大好き、漢字大好きのキクリンでーす。さあ、ということでですね、私クイズも漢字も大好きなんで、今日はですね、私が持っているこの漢字漢検等の本からですね、漢字クイズを出したいと思っておりますね。クイズ番組とかでもよく見かけるような漢字ね、そして、覚えたらためになるような漢字をですね、漢検一級芸人の視線から、選びましたですね、厳選された3をお送りしたいと思います。さあ、今日紹介する漢字はですね、魚編、魚編が入ってるけど魚ってわけではない漢字を紹介したいと思います。厳選された3をお送りしましょう。どうぞ。第1問、魚編、魚編が入っているけど魚ではない漢字、これは一体何でしょうか。さあ、これはですね、そんな難しくないと思うんですけどね。ただ字面からはちょっと想像つかないかもしれないですかね。どうでしょうか。でもちょっとね、漢字としてはこれ漢検一級レベルの漢字になりますので、ちょっと難しい方にはヒントを出しますね。ジェスチャータイムね。さあ、一瞬ですよ。はい、はい、これですね。さあ、何でしょうか。正解はワニでございます。これでワニと読むんですね。はい、魚編つくんですけどね、これなんでそもそも魚編つくかって言いますと、もともと日本ではですね、ワニっていうのはサメのことを指してたんですね。あの海にいるサメのことを日本ではワニと呼んでたんですね。で、その、サメみたいなね、ガーってね、大きい歯に似たような生き物が後から入ってきて、それのこともワニって呼ぶようになったんですね。じゃあ、なんでサメのことは今なんでサメって呼ぶようになったかっていうのはね、自分で調べてくださいね。何でも聞くんじゃないよということでね、調べて出てきますからね。まあ、とにかくこれワニということで覚えてください。続いての問題参りましょう。第2問、魚編がつくけれども魚ってわけではない漢字、これは一体何と読むのでしょうか。さあ、ね、魚ではないですね。これだけだとちょっと難しいかもしれないんでね、じゃあヒント、ジェスチャーヒント出しましょう。はい、これジェスチャー難しいな。いやー、難しいですね。ジェスチャーではより分かりにくくなった気もしますけれどね。なんでしょうね、これは一体、魚ではないけど海系の生き物です。一体何でしょうか。正解はアワビでした。これでアワビって呼ぶんですね。はい、ジェスチャーはですね、こう壁に張り付く様をですね、見事に表しておりましたけれども、はい、これアワビですね。これちなみに虫編にこの包むって字でもアワビですね。まあ、実際これなんで包むって意味なんですね。この貝殻で包むようにしてこう壁に張り付いてるっていう意味がこの漢字に表れているそうでございます。それでは本日最後の問題参りましょう。第3問、魚編、魚編がつくけれども魚ってわけでもない漢字、これは一体何と読むでしょうか。さあ、これで何なんでしょうね。これ難問です。でもクイズ番組とかでも見たことあります、これね。魚と関係あるものなんですけどね。さあ、何でしょうか。この時点で分かった人は素晴らしいです。分からない人のためにね、じゃあ恒例のジェスチャーヒント出しましょう。ジェスチャーいきますよ。てるんでしょうかね。はい、正解は数の子でした。これで数の子と読むんですね。はい、ちなみに私の素晴らしいジェスチャー、これ粒を表してましたね。粒が動かないよっていうですね、素敵なジェスチャーでございましたけども、はい、これね、このなぜこういう貴重な木があるかって、希少とかの木があるかって言いますとね、諸説あるんですけど、意味は諸説あるんですけど、これ乾かすみたいな意味があるらしくてね、魚の卵を乾かすみたいな意味があるとか、あと恋願うっていうね、意味がありまして、数の子、子供がいっぱい生まれるのを、願うという意味が込められているなどという説もございますが、海の中で貴重なもの、希少なものということで覚えると覚えやすいと思います。
ということで、これからもですね、いろんな漢字とかクイズとか紹介していきたいと思います。ためになりますよ。ぜひ見てください。以上、クイズソムリエ、漢字ソムリエのキクリンでした。